だって、なんで俺が金払ってんのに、<laughs> でも、むし、すごい最低だよね。なんで、それ俺、マイシャの時もそうだったんだけど、なんで俺がこの、飯代俺が払うのに、一生懸命エネルギー使って、こいつを楽しませなきゃいけないんだろうって、だって、急になんか、そのエネルギー使うのもったいねえって、だって、飯食いながら、なんか面白い話、こいつしてこねえかなっていうスタンスで、え、それは、ミャコさんとかとデートしたら、ダーって言う俺も。 それあれよ、あの、セイキンみたいに。この、ナコさん、このチーズバーガーなんですけど、なんとみたいなこと言うよ。なんで俺、そんな一生懸命やんなきゃいけないのてか、もうすごい根本的なこと言うと、俺、飯食ってる最中に喋られるの好きじゃないんだよね。もう、それ、ダメじゃん、人として。俺、ダメじゃん、もう。なんで今、飯食ってんだから、ちょっと静かに食おうぜ、みたいな。女って喋りたがるなよ、結構。 それで、10分くらいで食って出たいのね。俺、それでよくゴロちゃんと喧嘩したんだけど、店入って、ズルラララーって食って、おい、おめ食うの遅いから置いてくわって先に帰ってきて、いつも家帰って、喧嘩するっていう。おめえ俺とよ、デートしてるときよ、飯10分以内に食えつっ,って。俺、マジでそれ腹立つからって言ってた。本当に噛まないで食うの練習しろつって,って。あのよ、 いやジャイアント、シロスペース、早食いで検索して、おめえは早く食うコツ教えてもらえ、あの、あいつに、って、俺言ってたわ。ロロちゃんはラクダみてえに、うん、うん、無理やすげえゆっくり食べてたんだよ。俺はユイがみてえな女と付き合いたいわ。ヘビみたいな女。ご、もう、ごくごくごくみたいな。そういう方が欲しいな、俺。 だもうやっぱあれが違うよね、価値観がね。やっぱ女性はゆっくり、この中に何人女性がいるかわかんないけど、ゆっくり会話を楽しみながら、飯食いたいんでしょ。俺あとあ歩くのは、おせ、女すげえムカつくので、ね。もう早く、もう赤信号チカチカぐらいだったら、あ、走って当たるよみたいな感じで。俺せっかちなの。すっごい。もう、せっかちなので、ね、もう、 セブンイレブンでアイス買ったら、もう、出ると同時にビリビビリビってアイス食べ始めるの。家までに全部食い終わって、綺麗な体清めて、家の中入りたいわけよ。気配りがないんだろうな。お前よりかっこいいわ。でも俺、うんこちゃんだぞ。なかなか強いだろ。おい、俺、うんこちゃんっていう肩書き強えんだぞ。俺言うから、キャバクラとか言った時、あ、俺、YouTuber だよ、つって。 ああ、登録者少ないけど10万人だよって俺言うもん。ほモテモテや。最近のバカの。ええー、すごいどんな動画上げてるんですかおい、えー、みんな、これほら、これみんなこのツボの実況。ええー、9時間もある見れないって。みんな言う。バカだから。たかだか9時間の俺に付き合えねえ。たかだか9時間付き合えねえようなやつねえ。ああ、それねっていう。 まあ、あれでしょあの、あのー、あのバカ用に編集された4分くらいの動画見て喜んでんでしょつって。ねえ。変なレビュー、あのー、企業案件とも知らずに見てるんだよねつって、俺は酔っ払いながら悪口言うわ。あれねつって。あれも、あれに、バカな人間をね、洗脳してるらしいよつって。言う。素材の味を楽しみたかったらやっぱ9時間からだね。9時間から。9時間まではあれだよ。 人工調味料。9時間からが本物。本気でお前はどういう女が妻として理想なんだ俺見た目別にどうでもいいけど、とにかく突き抜けた明るさあるちゃんころーみたいな。ものすごいバカでいいから、ものすごい突き抜けたい明るさ。俺が、ものすごいし仕事で失敗して帰ってきても、なんかもう、なんとかなんとかってことあるよーみたいなやつがいいわ。そういう、 なんかほんと当突き抜けた明るさがいい忍者みてぇな <laughs> 明るい人ほんとに明るい人あそう鈴木奈々とかあいつ明るそうじゃんそういう人よくないポジティブな人もうネガティブなのはマジで無理友達にもなれない男も女もそうなんだけど ちょっとメ,メンヘラっぽい人って俺本当にマジで無理スーッとやっぱ距離を置いちゃうわあとじゃなかったとしても口でそういうふう発してる人よくそういうの押しにしてる人じゃんメンヘラなんですとか映りそうで怖いでゴロちゃんはもう最高だったよ池沼だったよ 何にももう、ぼーってって、怠け者みたいな。ぽっかーんとしてたよ。ずーっと。ぽーみたいな。で、ゲームしてて、ずーっと、あーあーあーって。あーあーあーあああみたいな感じでゲームしてて。それ、明るい。ポジティブな女がいいんだよ。なんとかなるでしょうっていう。ポジティブな女。 あんまいなくねポジティブな人紹介してください <laughs> でもなんかうざすぎないのがあんまり絡んでこないのがいいかおかえりーとかい「いってらっしゃい」とか「おかえりー」の挨拶が元気で「何んちゃん失敗しちゃったの頑張っ頑張っ!張っ」みたいなもうそれだけで「あっ分かった分かった」つ じゃあ、<laughs> ちょっと、あれだ、味をなんか、今その話したくねえからさ、二人で飯でも食いに行こうぜって、私、ラーメンがいいとか、そういう女がいいわ。二人でスウェットでラーメン食いに行って。そういう人が欲しいです。で、帰ってきたらすぐ寝る。10時には寝てほしい。俺の配信の邪魔になるから。それでも、死んだように眠る女。夜俺が騒いでても全然、全然気にならないみたいな。死ん、もう、歌詞。 夜歌詞してくれるような女がいいわ。はは <laughs>、孝 <laughs> やだ孝太くんとか一緒にいたら超疲れそう。私マジでありえなんかすげえさ、恋愛の駆け引きしてきそうじゃないあいつ。<laughs> せ、ババアがーよとか思いながらさ。なに、二十歳ぐらいの女みたいなこと言ってんじゃねえぞ、この野郎みたいな蹴っ飛ばされなるじゃん。もう、駆け引きしない子。機嫌悪いときは機嫌悪い。機嫌いいときは機嫌いい。で、すぐ反省する女。 で、そういう突き抜けた明るさ。ごめん、私今ちょっと機嫌悪かった。謝る。みたいなさ。島崎和歌子、そう、島崎和歌子みたいな女がいい。いいな。ああいうの理想だわ。あ、まさにドンピシャ。まさにドンピシャ。笑い方もなんか明るいし。磯野キリコ磯野キリコちょっと目ぇ荒っい。 主が「あリ井森美幸」そうそういう系だなああいう突き抜けたなんか裏表ない人柴田理恵でも結婚してるしないやそういうのがいいな <laughs> 前田敦子は何でいきなり出てきたの俺その 例えばそういうい顔面センターいじりになんか全然笑って返してくれるんだったらいいなああ、まああれだなっつって窓まぎみてえな顔してんなっつっておお俺野球経験者だからよおめえがよあれだよ家に帰ってよ寝っ転がってたら俺スライディングしちまうわっつって俺鈴木からスライディング習ったからよっつっておめえの顔面にスパイクしちまってもいいみたいなはははハうんこちゃんマジ面白いんだけどみたいなんだったらいいな面白いな俺の悪口も言っていいから。 そういう付き合いがいいな。こじるりとかいいじゃん。すげえよくない顔も可愛いしさ。性格もなんか明るそうだしさ。あ、いいな。そう。だから俺芸能人で一番付き合いだ女渡辺直美ちゃん。本当になんとかしてみんな俺に直美ちゃん紹介してくれ。もう最高だよ。最高。もうこれ嘘じゃない。冗談じゃない。俺マジで直美ちゃんと結婚させてくれ。 マジで、何の、弱点もない。<laughs> 指原里乃とか超いい指原里乃とかもう理想だわ。あいつめっちゃめちゃタフじゃない伊藤麻子とか。指原里乃俺 AKB の中で本当に一番好きだわ。あいつマジでさ、心強いしさ、明るいしさ、性格良そじゃない精神力やばそうだし。俺がさ、 なんか、炎上とかしてもさ、純ちゃん、私なんてさ、ファンとエッチしちゃってさ、あれだよ、九州とかに飛ばされちゃったんだよ、それでもあれだよ、チャイナマーレンでナンバーワンだよ、みたいなこと言われたら、お前、お前、やべえな、つって。そう、俺も頑張んなきゃいけねえや。明日のアメーバー TV 頑張ってくるわ、みたいな感じで、いい仕事できそうじゃん。そういうなんかちょっと、明るい子がいいな、とにかく。